ステファン・フメレーチクイ、ステファン・フメレーチクイ、1595年から1630年2月20日は、ポーランド・リトアニア共和国の軍人、ポーランド王国クレナイルーシ地方出身のルーシ系、ポーランド貴族で、ロシア人とタタール人との多数の戦いにおいて、手柄を立て、貧しい召使いから、ポーランド王国キエフ県知事、1630年まで出世した。 ポーランド大へ、トマンのスタニスはフ・ジューキエフスキの愛弟子であった。ウクライナを外敵から守り、オスマン帝国によるヨーロッパへの侵略を防ぐために、貴族、コサック合体論を唱えた。当時の多くの軍人がフメレーチクイの生き方と出世に憧れ、フメレーチクイは、後世のウクライナやポーランドの軍家、民謡に歌われるほどの人物となった。 ステファン・フメレー・チクイの青年月日は明らかになっていない。父コルネーリー・フメレー・チクイは、クヌイン村の役人で、ルーシの公家、名高いオストロージ・クイ家とコレー・チクイ家に仕えていた。おそらく、若い頃のステーファンは、メ室会としてその、公家たちに雇われており、後に、彼らと共にロシア・ツァーリ国との戦争、1609から1612年に参陣した。 その戦争中に名を挙げたフメレーチクイーは、傭兵部隊の隊長の一人となり、その部隊の代表として、ワルシャワの全国議会を訪れた。そこで、彼は、スタニスワフ・ジューキエフスキに出会った。戦争が終わると、フメレーチクイーは再びオストロージクイー家に仕えるようになった。六百十六年、フメレーチクイーは大たちの命に従って八百人の小作部隊を率いて、 トランシルバニア公国の内戦に参加した。その後4年間、ジューキエフスキの下で活躍し、ポーランドリトアニア共和国の国境地帯であった、ウクライナをクリミアタタール人の来襲から守った。敵との小ゼリ合いを続ける中で、タタール人の戦術を学んだ。勉強熱心であったフメレーチクイは早くも、ジューキエフスキの調和を受け、大切にされていた。しかし、6 2 0年、 鉄欧ラの戦いでは、ポーランドリトアニア共和国の軍勢を率いる、ジュキエフスキは数で勝るオスマン帝国軍に敗れて、打ち死にし、フメレーチクイーは、敵のシーの圧迫の前に、自分の景気馬体をやむなく退却させた。後ほどフメレーチクイーは、その面目な気行為を打ち消すために、スータの戦の中で努力し続けた。1621年には、フメレーチクイーは、 オストロージクイックゲオサリ、ザモシチのオルディナトトマッシュザモイスキに仕官した。新しい主人は彼の働きぶりを高く評価し、クラースネ軍とノビーメジビージュ軍の両軍の支配と防御を任せた。1620年代はステファン・フメレーチクイにとって最も輝かしい時期であった。1621年以降、彼はザモイスキ家の家来でありながら、 国家の軍勢を司るポーランドのヘトマン、スタニスワフ・コニエツ・ポルスキの配下に入った。フメレーチクイーは、景気馬隊を指導するのが得意であったため、彼に、貴族の景気馬隊やコサックの部隊が任された。1624年の冬、クリミア・アセ国の一部である、ブジャク地方からタタール1500人を率いるマンズール、イコール・ムルザの軍勢が、西ウクライナへ侵入してきた。 それに対してフメレーチクイーは、少数の家来衆と400人のコサックの追撃隊と、共に敵の後をつけ、2月5日にザリースヤにて用地をかけ、敵を全滅させた。戦いの最中にフメレーチクイーは危うい傷を負った。1624年6月、カンティミールイコールムルザ率いるクリミアタタールの大軍が再び、ウクライナへ攻め入った。 敵を迎え撃つために、コニーツポルスキが自ら出陣した。フメレーチクイーは、従前に続いて、全軍の軽騎馬隊を任され、右翼に陣を構えた。マルティニウ町、ハール市町、そして、ボリショビチ町のあたりで、タタール軍がドニステル川を溶かし始め、すかさずフメレーチクイーの騎馬隊が猛然と襲いかかり、��の困難な地点へ敵を押し込んだ。そして、 タタール人の下半が川に入った時、対岸に潜んでいたコニエツポルスキの貴族、コック軍が一斉に鉄砲を撃ち、敵勢を切り崩した。退却するタタール軍をフメレーチクイの部隊が追い始め、数十キロにわたって多数の敵を切り捨てた。このような手柄を立てたフメレーチクイは、王を大いに喜ばせ、ブラーツラウ町の軍団長の位を授かった。 1626年の冬、タタールの大軍が、ウクライナ人奴隷と家畜を求めて、西ウクライナを侵略した。その時、フメレーチクイーは、ヘトマンから800人の物体を授かり、後をつけるように仰せつけられた。しかし、フメレーチクイーは、司令官の指図を無視し、テルノーピリ町の近くにあった、クリミア汗、メフメド三世下来の本陣へ用打ちをかけた。 フメレーチクイの部隊は少数であったため、しばらくテルノーピリ城へ撤退したが、夜うちの間に、タタールに捕まって、奴隷として売られる運命にあった、ウクライナ人の老若男女を救い出し、敵の多数の馬も奪った。翌日、タタールは小部隊に分かれて、クリミアへ出発したが、フメレーチクイはそれを個別撃破し、全滅させた。フメレーチクイは、 己の武勇とタタールの戦法の知識によって、ウクライナ貴族とコサックの間で大きな人気を集めた。そのことから、プロイセンに向かうコニエツポルスキは、彼をヘトマンの名代として、ウクライナ全軍の司令官に任命した。1626年の秋、タタールの新しい大軍が中部ウクライナへ出発した。10月9日、6000人の傭兵と、 ウクライナコサックを率いるフメレーチクイーは、ビーラツエルクバ町の近くのロシ側ので敵の本陣を、襲い、多数の者のを切り捨てた。翌日には、付近のタタールの小部隊を全滅させた。フメレーチクイーは、大臣の貴族である、ムルザ40人と敵の兵戦200人を捕虜にした。フメレーチクイーの名は、アナトリアにも知れ渡った。1627年には、オスマン帝国は、 彼がウクライナにいるということを理由にドニプロ側への進出を諦めて取りへ引き上げた。1629年の秋、タタールは再びウクライナを攻めた。その時のフメレーチクイの元には自分の家来収しかいなかったため、敵の跡をつけつつ、ウクライナコサックの援軍の到着を待っている。援軍は10月9日になって、やっと参陣し、その日のうちに敵の軍勢を撃破した。 カタール人は多くの歴々の武将を失い、2000人の兵士が捕虜となった。この手柄によって、フメレーチクイは1630年に、キエフ県とオーブルチ軍の長官に任命された。彼が名門出身の貴族ではなかったので、全国議会では、その任命について、大臣の領主たちが、ナリガリ者は職に就くべからずと強く反対していた。しかしフメレチクイは、 庶民、コサック、多数の貴族、そして王に好まれていたからこそ、県庁になれたのであった。そのような人気は単なる部運に基づいていただけではなく、フメレーチクイーに任されていた領地の合理的な経営にも由来していた。フメレーチクイーは、オスマン帝国、クリミアタタール、コサックとの関係をよく理解しており、コサックの力でクリミアア国を、 オスマン帝国の保護から離脱させて、反オスマンのポーランドリトアニア共和国とクリミアアセ国の同盟を実現しようとしていた。しかし彼の計画はクリミアアセ国の内戦と政治方針の変更によって実現しなかった。また、フメレーチクイーはウクライナ人の貴族でありながら、ウクライナコサックと友好な関係を維持していて、貴族、コサック合体を強調していた。 キエフ県の県庁に任命されて間もなく、フメレーチクイは死去した。彼の葬儀は1630年2月20日に営まれた。フメレーチクイの功績は全国議会によって認められ、1631年、彼の二人の息子たちには税金の免状が出された。しかし、二人とも病気のために1645年までに死去した。フメレチクの弟たちは、 あとに、コサックが起こした反貴族の反乱、フメリヌイチクイの乱で撃たれたが、フメレーチクイのオイムイハイロフメレーチクイは1651年のベレテチュコの戦いでに、コサックによって捕虜とされ、ウクライナ人であったため彼らと手を組み、1652年のバティフの戦いで、コサックの百人隊を率いて手柄を立てた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。